最強のアクションカメラ爆誕。皆さんこんにちは、徹夜チャンネルの時間です。以前配信しましたインスタ360エースプロ水中レビューの動画で、 GoPro とエースプロどちらが水中撮影に向いているか考えたところ、最終的にはワイドアングルコンバージョンレンズの使える GoPro の方がいいよねとなりました。聞いたー。今回フィッシュアイさんにお願いしてエースプロ用のレンズマウントを作っていただきました。これでエースプロとワイドアングルコンバージョンレンズの最高の組み合わせで撮影できます。はい、ということでマウントをセッティングしていきたいと思います。こちらが普段使っている GoPro 用のレンズマウントです。こちらカチッとねワンタッチで取り外し可能な非常に便利なマウントでございます。GoPro と Ace Pro はサイズが違うので GoPro 用のマウントをつけることができません。そんなわけで今回フィッシュアイさんにお願いして特注でマウントを作っていただきました。それではマウントをセッティングしていきましょう。まずは純正のマウントとレンズをつなぐアダプターを外していきます。結構ネジが小さいので転がってなくならないように気をつけましょう。アダプターとレンズが外れたら新しいエースプロ用のアダプターをつけていきます。非常に簡単な作業なので僕みたいな不器用な男にでも簡単に取り外しすることができます。先ほど外したネジを新しいアダプターに接続していきます。ネジをしっかり締めたら完成でございます。純正の GoPro 用のアダプターとエースプロ用のアダプターの違いはマウントとの接続部分にあります。 GoPro 用はカチッとワンタッチで取り外し可能なんですが、 Ace Pro 用はネジ穴式なのでネジをぐる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 回さないとマウントに接続することができません。マウントをしっかりと回して接続ができればカメラに装着可能となります。それでは早速海に行って使ってみたいと思います。行ってみよう。いつもおなじみ説明の人です。 AOI のワイドコンバージョンレンズをつけた状態で GoPro と Ace Pro を取り比べてみましょう。左側が GoPro、 右側が Ace Pro となっております。どちらも 4K30 フレーム、 GoPro のカラーはナチュラル、 Ace Pro のカラーは標準で同じような設定にして撮影後の色編集はしていません。僕はこれまでずっと GoPro を使っていたので最初 Ace Pro の色の濃さがすごく違和感あったんですけど、しばらく Ace Pro を使ってると今度は GoPro の色が少し物足りないなぁと感じてくるようになりました。比べてみると確かに Ace Pro の方がどぎつい感じがありますね。では色編集をするとどうなるのか見てみましょう。色編集をすると GoPro も自然な色を出すことができます。逆に最初から色が濃い状態の Ace Pro は色編集がちょっと難しく感じました。つまり Ace Pro は撮ってから色編集とか特にしたくない人にはいいかもしれないですね。ちなみに Ace Pro で色編集までしっかりやりたい人はカラーをフラットにしてやると色編集の幅が広がるので編集がしやすくなります。結論、撮れ方は違ってもどちらも色編集をすることで自分好みの美しい映像を作ることができるということですね。で、僕がこのレンズをどうしても Ace Pro に使いたかった理由というのは Ace Pro のクラリティズームにあります。クラリティズームとは画質を損なうことなく2倍に拡大することができるモードです。これまでのアクションカメラはズームをすると画質が悪くなっていましたが、その心配がないということです。そしてレンズを使うことで被写体にグーッと寄ることができ、さらにクラリティズームを使えばこれまで撮ることが難しかった小さな生物や
臆病でなかなか寄れない生物の撮影が可能になるというわけでございます。確かにズームが効いていい感じですね。少し色が悪く若干暗くなっているので色編集をした方が良さそうですね。ウミウシやハゼは15センチぐらいの距離から撮影しています。まあ、これ以上近寄るとピントが合わなくなるのでギリギリまで近づいた状態となっております。まあ、これまでアクションカメラが苦手としていた小さな生物もエースプロとワイドアングルコンバージョンレンズがあれば問題なく撮影することができるようになったというのはかなり大きいですね。まだエースプロ用のレンズマウントは発売されていませんが、気になる方はコメントお待ちしております。ということで今回はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。